石川アンナのお願い叶えてやんよーポポポーチカラ。あ、グラビアアイドル好きな人はチャンネル登録してね。さあ、ということで今日はね、走りません、うん、今日ご報告ですね、皆さんに。手に入れたんすか？手に入れました、ついに。石川アンナちゃんをコンプリートいたしました見てください、皆さん、すごい爽快じゃないこれ。5枚、うん、DVD、うん、そしてなんと、皆さん見てください、初めて竹本和樹禁断のおもちゃ手に入れちゃいました、これ VR これで2作 VR の商品があるみたいなんです、うん、総額いくらなんですか？いくらくらいすんだろう。それ DVD は DVD は大体大体ね、4000円かな、4000円が5枚なんで2万円VR が、いい方を僕2個買ったので、VR はね、良心的、1480円、2つ合わせて3000円くらい、うん、で VR 入れたら、まあ、計3万くらいいきますから、ね、うん、じゃあ、で今日の趣旨としてはその VR を見るっていうことかな、はい、もちろんです。でも見てその感想をちょっと視聴者さんにね、まあ、せっかく買ったんで動画にしないのもあれかなと思ってまあそうね、うん、見てくださいよ、すごいでしょ。これ俺ん家に来た女の子どう思うんだろうね、こんなに僕石川アンナさんを思って。そっちのビデオやと思うでしょうね。ですよね紹介しますか、1本目から。まず魅惑のマーメイド花火、読み方難しい、ビジリクイーン恋愛アドバイス、あーこれ一番タイトル好き、濡れ尻で、最後がエイヒップそれはエイヒップで合ってんの？やばい、アヒップいやエイヒップエイヒップなのかな、五部作ですね。それに記念すべき VR が発売したということで、今日はちょっと VR の方ね、人生初めて見ていきたいと思うんですけど、 VR の方のタイトルはないの？ありますよ、 VR の、タイトルが、うん、アパートメントデイズアクト1とアクト2ですなかなかのタイトルアパートメントデイズ、見たことあります？実際に。いや俺も機械持ってへんから見たことねえんだよな。ちょっとね、禁断ですよね、うん、初見がいきなり本人を知ってるって確かに贅沢っちゃ贅沢だなまあね、だから本人知ってるってちょっとちゃうもんね、やっぱりね、うん、うん、ビジネスパートナーみたいなところあるから、ぶっちゃけねちょっと冷静な感じで見ますよ僕もね。そんなね、その僕も大人ですから、言うて携帯と隣にここに入れて見る感じのやつですね、タイプとしては。ちょっとで VR も2本とも購入したわけね。2本とも購入しました。それが1400円か。1480円、クオリティが高い方の方が1480円で、うん、ちょっと画質が下がると確かね980円だから超お手頃っす。そうね、お手頃ね。失礼します、ちょっと今ね、設定がすげえこれなんかそこを見てると、そこでなんか点が動いて、うん、そこをずっと同じとこ見てると、それでグーって回って決定するみたいな、うん、言ってること分かります？分かるけど、それ VR の感想やから今ね、題名アパートメントデイズ石川アンナアクト1って出ました。ちょっとじゃあ再生しますね。うん、オッケー。楽しかった言ってくれてますうん、楽しかったアパートメントにいますよ、場所は、うん、どっちかというと質素な、嘘、うん、逃避行、二人で逃避行してる感じな。あ、久々に遊びに来たね確かに最近デートできたなと思うあ、もう結構入り込んでんな。てかね、ちょっとやばめっちゃ近くいますよなんか喋ってる？どこ塗ってほしいのって言われてますどこ見てんねんお前まんべんなくやっぱ見ないと失礼なんで上下やんなよ、上下やんなめちゃめちゃ塗りたくられてます。え、何を？オイル的なやつ？オイルを。で、アンナさんが今なぜかお尻向けて塗ってくれてます。足を乗っかってお尻ここにあるんですよいや本当にもうね、実物大がここにいる感じっすもん。あ、そうなんや。結構だからそれは計算されてんだろうな。そうっす、うん、で、お尻が今こう動いてます、こう塗ってくれてるんでお尻があっち行ったりこっち来たりアトパートメンツでオイル塗っておかしくね。すごい。いやだからアロマ的なやつ。おおっ、アンナさんのお胸がもう、うん、開きました。おーおーおおお、ちょっと近いな。多分初めての人ちょっと刺激強いかもしれん。レビューで僕撮影してるじゃないですか、うん、一人にしてほしいですもんねマジで。いや、あなた一人にできないです。どうする、アンナさんに次やったらどうする？いや、
告白しようかマジで。じゃあ、カズキ、一回止めるから、そのまま見といて、はい、後半の部分とか、ちょっと見てる感じで、感想を後で。ちょっとコンビニ行くけど、なんかいる？え？なんもいらん？あ、じゃあ、飲み物だけちょっといいですか？すいません。あ、そう。じゃあ、ちょっと行ってくるから。後で、ちょっと感想言えるようにしといてな。はい。ちゃんと。うん。おはようございます。おはようございまーす。石川アンナさんです。はい、石川アンナです。カズキが今実は、はい、アンナさんの VR 見てるんですよ、はい、今ですか？はい、Now、はい、おー、いいですね、はい、で、カズキが見てる横に行っていただいて、まあカズキ知らないんで、はい、ちょっとね、どっち仕掛けようかなと。おー、楽しい、はい、僕がちょっと合図を出したら、まあ、トントンっていう感じで、はいはいはい、カズキに外してもらうんで、あの VR の機械つけて前見えないはずなんで、はい、あー、なるほど、はい、これこうやってやってるから、そうですね、はい、うん、早速行っちゃいましょうか。はい、行きましょう。かなりさっき見てた感じでは没入してるんで、まだ見てんの？いや、やばいっすよ、もう今あの脱いでくれてます、アンナさんが。今ね、僕にまたがって、おお、おお、今ちょっとやばいっすね。めっちゃアンナさん、しけえ。なんかちょっと待って、なんか塗ってくれようと、あ、違う、自分を塗り出した。え、何塗ってんの？なんか塗ってる。なんかちょっとやばい、アンナさんがなんかね、誘い出してきてくれてる、今めっちゃいいとこっすわ。嘘。もう匂いとかしてくる？匂いするレベル近っちょっと近い今度ね、アパートメントがちょっと和室になりました、僕の家です。で、アンナさんが、うん、ワイシャツをもう脱ぎ出しているなぜだ。積極的だな、やっぱアンちゃん。アンナさん、あんちゃん、マジで。あんちゃん。はい、あんちゃん、ちょっと、来た。ちょっと、どう。ちょ、もしかして？お、いなくなっちゃう。あれ、あんちゃんがいなくなった。あれ、あんちゃんいなくなったぞ。今、お風呂にいます。一緒にお風呂入ってる。え、一緒に？なんで見てるんですかって言っても、それ見るよ、一緒に入ってんだもん。いや、しゃべりかけすぎやからさ。でも恥ずかしいって、そっちが誘ってきたんでしょ。酔っ払ったらそのまま入っちゃうの？泡立ててる今、あのダブで。え、ダブっていうことは分かんの？はい、だからそんくらいリアルなんですよ今。僕の体を洗ってくれそう。上みんなや、なんなんすか、どういう条件なの、お前がしたな。下でめっちゃ立ってくれてるんですよ、上に。彼氏の言うこと聞いて。いや、もう彼氏な。いや、もうこれ、俺彼氏っすよ。付き合ってる感じになってますね。いや、じゃあ、アンナさん、次にアンナさんやったらもう言っちゃう？いや、もうそうっすね。これは多分いけると思いますよ、リアルに。それを、ちょっと待ってください。めっちゃアンナさんが迫ってきてくれてるから。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いや、もうそろそろだ。え、もういいっすか？いいよ。もう、うん。それだけで。いや、いじゃなくて。アンナ、アンナ。ちょっと待って。アンナちゃん？アンナちゃんね。ちょっと待って。ちょっとはずいっす。もう見た方がいい。ちょっと待って。見えへん。おお、これ超豪華っすよ。でも、カズキ、言いたいことあるんじゃなかった？え、俺っすか？一番、それあったら言うって言ってた。好きです。付き合ってください。ごめんなさい。いいもんね、こっちで付き合ってるから。別にいいもんね、こっちアンナさんめちゃめちゃすごいエロい顔してる今。さあ、ということでね、皆さんね、VR の方をね、今日はちょっと僕見ていったんですけど、まさかの石川アンナさんご本人が隣にいるっていうね、はい、ちょっとね、最高のドッキリですけどね。ちょっとびっくりしましたよ、思いっきり。嬉しいドッキリ。嬉しいドッキリ、めちゃめちゃ嬉しかった。そんなね、石川アンナさんの VR の方が、なんと発売中なんですよね。はい、もう発売中です。何で買えるんですか？
DMM ですか。 DMM ですね。それをじゃあ動画概要欄とコメントのところにじゃあ URL 貼っとくんで、もし興味ある方は、うん、アクト1とアクト2、はい、両方買った方がいいですよ、ね、ぜひ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 お願いします。ちなみに僕が今止めてるところなんですけど、ちょっと見てみてください、はい、見たことあります？見たことないんですよ。完成いいところで止めてるんで、ちょっと見てみてください。自分見てみてください。どうですか。おぉすごいとこでしょ。あら脱いちゃってる。そう、勘違いするでしょ。やばいもん、ね、もういいのに見ちゃうんそうこっちの方が彼女だから、こっちは僕の彼女だ、こっちは付き合ってくれなかったら、こっちはね、もう一生彼女なんだ。彼女 DVD の方ね、ちょっと購入したので、はい、まあね、全部僕一人で楽しむのもあれなんで、じゃあどれがいいですか、どれがいいですか、ね、視聴者プレゼントするなら、まあ、ちょっと一番最新の A ヒップ、A ヒップじゃないです、 A ヒップ、 A ヒップの方にじゃあ石川アンナさんにちょっとサインを書いてもらって、うん、視聴者の方にね、ちょっと1名様にプレゼントしようと思うんで、ぜひぜひ僕のツイッターの方をチェックしてみてください。ちょっとそこにちょっと詳しいことは書いておくんで、ぜひ皆さん A ヒップ見てください。あとはね、 VR の方本当に、はい、本当にやばいんで、ね、やばいしか言えないです。語彙力ないですけどやばいしか言えないですとにかくやばい、とにかくやばい、マジでやばい最後にアンナさんに言ってから何ことない、好きです、ごめんなさい、はい、こっちがあるからいいもんねランナーは足早い